そのまま隣ください。お願いします。はい、ありがとうございます。すいません、そのまま隣もください。お揃いになりましたので、一礼の上ご着席をお願いいたします。今回のこの青の乱は、井上歌舞伎の、原点に帰るってわけじゃないんですが、久しぶりに、爽やかというか、軽めというか、割と原点に帰ったような井上歌舞伎になると思います。天海さんはやっぱりご存知の通り、一応ちょっと現実離れしたキャラクターの方が光るっていうか、普通に OL してても何かあるんじゃないかっていう、そういうスケール感を感じさせる素晴らしい女優さんなんで、ぜひそれをこう生かすということになると、やっぱりやっぱスケールの大きい話の方がいいなということで、国のリーダーとはとか、そういうことも問いかけるような話になってます。井上さんのおっしゃるように、人間離れした部分があるとするならば、ぜひそれを、思う存分舞台の上で発揮したいなと思っております。初めて、劇団新感線に参加させていただくんですけども、僕は一番最初にお金を払って見た舞台が劇団新感線のレッツゴー忍法町で、それを見た時に、なんて楽しいことが東京でやってるんだろうっていうものすごい感動がありまして、それ今でもはっきり覚えてるんですけども、その劇団新感線に役者として参加させていただけることを本当に幸せに思ってます。今回天海さんと松山さん夫婦役ということですよね。ええ、はい、松山さん、そのあたりはどうですか、素晴らしいお嫁さん。いや、本当ありがたいですね。やっぱりその人間離れした天海さんの旦那になるということは、僕も人間離れしなきゃいけない、絶対そういうバランスみたいなものは意識していかなきゃいけないと思います。今はまだまだ全然本嫁の段階では全然足りないなと思ってたので、その稽古の中でどうやったらその天海さんと夫婦になれるかということ を、模索していきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いいんですか、何も、はい、大丈夫です。大丈夫ですか。ありがとうございます。弟さんの結城さんと盾の対決があるということが発表になってますけれども、はい、そのあたりは何かお話を兄弟でされたりとかしたんですか。兄弟ではしてないですね。ほとんど喋らないので。はい、どんな気分ですか。望むときは負けたくないっていう。いや、気分なんかすごい複雑な気分ですね。僕が初めて17歳で新幹線に出させてもらって、で弟も今17歳で出させてもらえるので、ちょっとなんかなんだろうな、ちょっとジェラシーというか、なんか並んだ感じがちょっと悔しかったりとかすることもあったり、でも嬉しかったりもして、はい、いろんな思いがあります。ありがとうございます。楽しみにしています。今日本の演劇興行界を震撼させている劇団新感線にまさかのオファーがありまして、初参加させていただくことを大変嬉しく思っております。お話があったときちょっと驚きましたが、実は内心ではいつかこの日が来るのではないかという期待のようなものもあったことは正直なところです。まず、天海祐希さんと松山健一さんにですね、改めてなんですけども、それぞれの会った印象というか初共演の印象の方をお伺いしたいのと、あと一応念のためというか、天海さん結構劇団新感線さんの舞台って激しいイメージあるんですけど、ご体調は大丈夫ということでいいのかっていうのを。体調は大丈夫だと思います。今も何にもないので、はい、って言うとまたそれをバンと書かれるんですよね。でもそれを言われると思ったんですけれども、でもどうにもそういうふうにお話しする以外どうしようもないので、はい、何の支障もございませんと思っております。松山
君とはですね、映画で2回ほどご一緒でも1回はお芝居ちょっとねあまり同じシーンはなかった映画もあるんですけれども舞台では初めてで、がっつりお芝居させていただけるのをすごく楽しみにしています。本当に丁寧に誠実にお芝居される方だなと思って作品を拝見していたので、私もぜひそういうところを盗んで帰りたいですし正面から松山君のお芝居を受け止められるように頑張りたいなと思っています。そうですね、やっぱりものすごい存在感のある女優さんですので、やっぱりさっきも言ったんですけども、やっぱそういうその力のある方と、夫婦になる、夫婦役をやるってことは、やっぱり自分もそこまでいかなきゃいけないと思うんですよね。なので、やっぱり多分全身全霊でぶつかっていかなければ見えないところもあると思いますし、今のままではまだまだ足りないと思いますので、その稽古の中で、じっくり見つけていきたいなと思っています。